こんにちは、みんな。私は、生涯懸命に働き、成功を収め、望む全てを達成したが、やがて老年期には孤独と悲しみに陥る人をたくさん見てきました。約束に満ちた人生がこれほど苦い結末を迎えた原因は何でしょうか。その主な理由は、老後の備えができていないからです。年齢が徐々に私たちに重くのしかかるにつれて、死よりも恐ろしいことが4つあります。 事前に認識して準備をしていないと、不幸に満ちた未来に直面する可能性があります。平和で充実した老後を過ごすために、これら四つのことについて学びましょう。一つ目、無礼な親戚、孤独な老後。年齢が上がるにつれて、精神的なサポートの必要性がますます重要になります。年齢を重ねると健康や体力に限界が生じますが、それよりも難しいのは、 私たちを静かに取り囲む孤独です。多くの高齢者は、仕事を辞めて退職すると、人生の目的を失い、空虚で方向性が定まらない状態に陥ることがよくあります。日は長いですが、家族の温かさと配慮が欠けており、見捨てられたように、感じやすくなります。老後の幸せは、子供や孫への配慮と愛情と関連づけられることが多いですが、それが常に現実であるとは限りません。 今日の状況は、子供たちは成長の機会を求めて外出する一方、年老いた親は家に残り、静かな家で一人で暮らすなど、家族モデルがますます分化していることを示しています。高齢者は、健康が弱る年齢に達すると、親戚がそばにいて世話をし、分かち合ってくれることを絶望します。しかし、高齢者は身近に誰もおらず、一人で老後を迎えなければならないケースも少なくありません。 親が孤独に陥り、支援を受けられないことは、子育てにおいて大きな不幸であり、失望でもあります。高齢者にとっての最大の恐怖は孤独です。話し相手も、気にかけてくれる人も、寂しくなる人もいません。彼らにとって、過ぎていく毎日は静かで孤独な時間の連続であり、時には全世界から取り残されたような時間でもあります。たとえ親戚からの尊敬がもはや存在しないとしても、 高齢者は家族の中で孤立しているのと同じです。高齢者にとって、これは身体的なダメージだけでなく精神的なダメージも伴うため、悲劇と変わりません。無関心で無責任な子供は、特に年齢とともに食事や睡眠、医療機関への受診など特別なケアが必要になると、親に大きな苦痛をもたらす可能性があります。老後は誰もが、しっかりとしたサポート、帰る場所、献身的なケアと、 愛情を求めます。これは、残りの人生を安心して過ごすのに役立つだけでなく、老後もまだ人生に意味があると感じる喜びとモチベーションを与えてくれます。従って、子供や孫は、自分たちの義務を果たすだけでなく、両親に温かさを与え、孤独な老後を迎えないようにすることを理解する必要があります。二番目、10秒で寝たきり。多くの人にとって、 年を取る時の最大の恐怖は病気です。時間が経つにつれて、年齢とともに体の機能は徐々に低下します。免疫力が低下すると、病気がより頻繁に発生します。現代医学は多くの進歩を遂げ、一般的な病気を効果的に治療するのに役立っていますが、完全な治療法のない慢性的で深刻な病気もまだたくさんあります。一度慢性疾患に罹患すると、 患者の残りの人生は親族のケアに依存し、薬と、治療に縛られることになる。これは誰も望んでいないことです。なぜなら、それは身体に影響を与えるだけでなく、精神的な負担や依存感を生み出し、多くの人を悲しませるからです。老後の不幸の中でも、寝たきりになり、動く能力や身の回りのことができなくなることほど辛いものはありません。その時、自由に動きたい。 自分らしく生活を楽しみたいという欲求はもちろん、寝返りやトイレに行くなどの小さなことにも解除が必要です。親戚に完全に依存すると、患者は無力感を感じるだけでなく、家族にも大きな負担がかかります。家族の誰かが大病を患うと、家族全員が力を合わせて介護しなければならず、体力も時間も経済的にも負担がかかってしまいます。家族の雰囲気は徐々に重く不安になり、 まるで痛みと疲労の灰色の雲の層で全てを覆っているかのようでした。患者自身も長期にわたる病気に直面すると自立の権利や人生の最終段階でどのように生きるかを選択する権利を失ったことを理解します。日常生活のすべての活動は治療と他者への配慮の枠内に制限されます。これは自分が不十分であるという感覚を引き起こすだけでなく 自分が負担であると感じさせることにもなります。愛する人をさらに動揺させることを恐れて、悲しみ、不満、さらには心の中の不幸を共有することは困難です。言葉では言い表せない感情がたくさんあったにもかかわらず、彼らは静かに、受け入れてくれました。高齢者にとって、病気の時に最も望むことは、愛する人に看護され、世話されることですが、同時に、 たとえ小さくても、ある程度の自立を維持したいと望んでいます。自分で動き、自分で決断できる瞬間は、やはりとても貴重です。従って、高齢者の世話は、単に物質的な支援を提供することだけではなく、たとえ健康状態が以前と同じではなくなったとしても、彼らがまだ人生において価値があると、感じられるようにするための洗練と共感を必要とします。第三に、 精神的及び認知的低下。老化の過程において、認知機能の低下は、多くの高齢者が直面しなければならない大きな恐怖と課題の一つです。時間の経過とともに、人間の記憶力は徐々に低下し、情報を認識して処理する能力も弱まっていきます。一部の人にとって、これは単なる物忘れの瞬間ですが、他の多くの人にとって、 これはアルツハイマー病や他の形態の認知症などの重篤な障害の兆候です。症状が現れ始めると、日常生活に支障を来すだけでなく、自意識に大きな変化をもたらし、深い精神的喪失感を引き起こします。認知機能の低下は身体的にも精神的にも大きな影響を及ぼし、高齢者は徐々に自分自身の世話をする能力を失い、親戚の助けに依存するようになります。 愛する人の名前を思い出すといった単純なことから、人生に深く埋め込まれた記憶に至るまで、本のページが1ページずつ失われるように、全てが徐々に消えていきます。物忘れは記憶障害であるだけでなく、患者とその家族にとって大きなショックです。高齢者が混乱したり、愛する人の顔を思い出せなくなったりするたびに、それは静かな痛み、つまり自分自身の一部を失うという悩ましい気持ちをもたらします。 そのような状況では、高齢者の生活の質は著しく低下します。独立の感覚は、すます依存の増大にとって変わられています。患者さんは家族にとって負担に感じているかもしれません。病気が。進行すると、日常生活を営む能力が失われるだけでなく、コミュニケーションや人々との統合が困難になります。その孤立と目に見えない距離は状態をさらに悪化させ、 心を大きえない暗雲の層のように、うつ病と不安が生活に入り込む状況を作り出します。この状況に直面した場合、支援は投薬や最新の医療療法にとどまらず、家族や地域社会からの協力と深い関心も必要とします。高齢者には、ストレスや無力感を軽減するための、心理的サポートと励まし、そして尊厳と心の平安を維持するための愛を感じる方法が必要です。 その気遣いは、思い出の写真を一緒に振り返ったり、昔の話を聞いたり、ただ隣に座って時間を過ごしたり、残りの瞬間を再び共有したりするなど、小さなことから生まれます。必要な医療措置をスピリチュアルケアと組み合わせることで、温かく威厳のある老後を維持することができます。四つ目、過労、精神的疲労。老年期は、ゆっくりと人生を楽しむべき時期です。 それが、一生懸命働き、人生を捧げてきた人にとっての正当な喜びだからです。多忙な年月を経て、老後は休息の時であるだけでなく、子供や孫から尊敬と愛を受け、人生のささやかな幸せを感じる機会でもあります。しかし、多くの高齢者は依然として様々な理由から、立ち止まることができず、懸命に働き、悩み続けています。子供の進路や生活の、 ことを常に心配している人もいれば、家庭の些細なことが気になって頭が離れない人もいます。人生は休みなく稼働する機械のようなものですが、機械は依然としてメンテナンスが必要であり、ましてや人は誰でも時々疲れてしまいます。生涯を通じて過度に働き続ける人は、健康がもはや耐え続けるのに十分ではなくなり、最終的には限界に達します。 常に義務や責任を中心に人生を歩むべきではありませんが、いつそれを楽しむべきかを知る必要もあります。それは利己主義ではなく、バランスの取れた生き方、老後の本当の価値を感じる方法です。多くの人は休む方法をまだ学んでいないか、または体力が衰えるまで厳しい生活を受け入れて、ハードワークを当然のことと考えています。しかし、 誰もがそれを手放して自分の意志に従って生きることができるわけではありません。なぜなら、彼らを抑圧する重荷がまだあるからです。穏やかな老後を送りたいと思っていても、子供が助けを必要とするときにそれができない親はたくさんいます。そのため、孫の世話を手伝うという個人的な願いを脇に置かなければなりません。意欲の有無にかかわらず、子供や孫の世話をするのは高齢者にとって容易ではなく、 それがしばしば精神的な疲労につながり、老後の生活をさらに困難なものにします。人生は他人だけのものではないので、黄昏期に入るとき、一人一人が働きすぎないように、手放す方法を知る必要があります。人間の人生は四季をめぐる花びらのようなもので、春、夏、秋を経て冬が来ると、私たちは旅全体の成果を受け入れ、ペースを緩め、楽しむことを学びます。 老後は冷静に振り返る時期であり、今経験したことは思い出となり、過去は記憶に残る映画のように少しずつ過ぎていきます。人生の最後の数年間は、恐怖や苦しみの時であってはなりません。死は避けられないものであることを受け入れ、誰もが心の準備をし、毎日を。最大限に生き、安らかに死ぬことができます。これ以上後悔しないように、最後には後悔なく安らかに死ねるよう、 よく生き、美しく生きましょう。家族や子供たちがそこにいて喜びを分かち合うこともできますが、最も重要なことは、高齢者自身が魂の平安を見つける方法を知っていることです。その時、人生はもはや心配や不安に満ちた日々の連続ではなく、人生全体の結晶である最も貴重な瞬間です。だから、老後は完璧である。必要はなく、ただ穏やかに生きて、 振り返った時に後悔のないように、そして最後の旅路を迎える時に、誰もが心の中で笑顔でいられるように、自分の望み通りに生きればいいのです。次に、以下の話の85歳の女性は助けを求める羽目に陥りました。お金があれば老後を安泰に過ごせると思っていましたが、いくらお金があっても無力だということが分かったのです。サイートさんは今年で85歳。 東京の新宿区で最も裕福な住人の一人です。彼女は日本で大規模な店舗チェーンを所有し、多くの投資と多額の資産を持っています。サイイトさんは自分の莫大な財産のおかげで安らかな老後が過ごせると信じていましたが、現実は彼女の目を覚まさせました。どれだけ多くのお金があろうとも、孤独と疎外感を和らげることはできないと気づいたのです。 サイイトさんは、若い頃の思い出から話を始めました。若い頃、私は貧困と向き合っていました。家族は貧しく、土地や財産は何もありませんでした。私は常に生活に困り、働き詰めで生きていました。貧乏から抜け出したい一心で、全力を尽くしてビジネスに打ち込みました。最初は小さな店舗から。始めましたが、徐々に事業を拡大し、 現在の財産を築きました。決意と鋭い計算力のおかげで、商業界で成功し、女性企業家として名を上げることができたのです。経済的には成功したものの、サイートさんの結婚生活は必ずしも平穏ではありませんでした。彼女はこれまでに2度結婚しています。最初の夫は家族が決めた相手でした。2人の子供に恵まれましたが、 彼女は本当の家族の絆を感じることはありませんでした。サイートさんにとって、最初の夫は自分の野心には釣り合わない男性であり、子供たちは単なる責任に過ぎなかったのです。彼女は冷淡で、彼らの喜びや悲しみにほとんど関心を示さなかったと言います。裕福になった後、サイートさんは最初の夫と離婚し、自分より15歳若く、見た目が魅力的な男性と再婚することにしました。 しかし、二度目の結婚生活も長続きしませんでした。年を重ね、若さが失われるにつれて、彼女は夫の目に、退屈さが現れていることに気づきました。やがて夫は外に別の関係を持つようになり、ついには正式に離婚。サイートさんは自由を得るために資産の半分を譲ることを受け入れました。二度の結婚の失敗の後、サイートさんは一人で生きることを決意し、 再婚しないと心に決めました。愛情や家族の絆が長続きする幸せをもたらさないと考え、彼女は事業の拡大、投資、財産の蓄積に専念しました。お金さえあれば、誰にも頼らず一人で、一生を過ごせると信じていたのです。しかし、時間が経つにつれて健康が衰え、慢性病をいくつか抱えるようになりました。自分で身の回りのことをするため、 彼女は介護のための女性を雇いましたが、二人の関係もまた平穏ではありませんでした。サイートさんは厳格な性格で、頻繁に介護の仕事ぶりを批判しました。一方、介護者は単に給料のために働いており、彼女に対して特に思いやりがあるわけではありませんでした。彼女はこう。語ります。高給を払っているにもかかわらず、彼らは心を込めず、ただ責任を果たすだけで、 共感や情は全くありません。日に日に、サイートさんはお金では家族の温かさを得られないことを痛感するようになりました。毎晩、広い家に一人で座っていると、孤独が肩に重くのしかかります。彼女は子供たちが幼かった頃のことを思い出し、家の中で遊び回り、笑顔をもたらしてくれた瞬間を懐かしむようになりました。しかし今や、二人の子供たちは成長し、 遠くに住んでおり、めったに母親を訪ねることはありません。その理由は簡単です。サイトさんと子供たちの関係は良好とは言えず、若い頃に十分な時間を一緒に過ごさなかったため、子供たちはもはや母親の元に帰りたいとは感じていないのです。ある時、サイトさんは転倒して入院しましたが、連絡を取れる人は誰もいませんでした。介護者は簡単に訪れるだけで、 少しの私物を置いてすぐに去ってしまいました。入院中、彼女は他の高齢患者たちが孫や子供に熱心に世話されている姿を目の当たりにし、家族に対する過去の態度を食いるようになりました。もし私が違う生き方をしていたら、今も家族がそばにいてくれたかもしれないと彼女は心の中でつぶやきました。退院後、サイートさんは急遽を離れ、定期的なケアが受けられる高級老人ホームに移ることを決めました。 しかし、老人ホームも彼女が思い描いていた場所とは異なっていました。ここでは、頻繁に家族が訪れる高齢者のみがスタッフから丁寧なサービスを受けられるのです。彼女は孤独な老人で、親族もいないため、ただ形式的な対応しか受けられませんでした。サイートさんがサービスの質について苦情を述べると、施設のスタッフは、軽く笑って、業務が忙しく、 すべての人に心を尽くすのは難しいと説明するだけでした。ある夜、サイートさんは老人ホームの寒々とした部屋で横になり、苦い後悔の念に襲われました。お金さえあれば老後を安心して過ごせると思っていたが、今になって初めて、お金では心の安らぎを変えないことに気づいた。家族を帰り見ず、子供たちに時間を割かなかったことを後悔している。 本当は家族の絆こそが人生の終わりにおいて唯一の支えとなるものだったのだ、と彼女は思いました。彼女の涙は静かに流れ落ちましたが、すでにその過ちを修正するには遅すぎました。健康が衰えるにつれ、サイートさんは自分の人生が家族も愛情もない空虚なものであったことを考えるようになりました。彼女は遺言書を作成し、全財産を慈善団体に寄付することを決めました。 少なくとも、必要としている人々に少しでも喜びを届けられることを望んでいました。これが家族への、傷つけた罪を償うことにはならないと理解していましたが、それができる唯一の方法でした。サイートさんが亡くなった時、老人ホームの小さな部屋には誰もいませんでした。子供も孫も訪ねることなく、誰一人として見送りに来ることはありませんでした。老人ホームのスタッフは、 彼女の遺体の手続きを完了し、他の多くの孤独な老人と同じように彼女を運び出すだけでした。サイートさんの物語は、若い世代に対して、家族の絆と、親しい人々とのつながりの価値を忘れないようにとの警告として語り継がれています。結局、老後に最も大切なものはお金ではなく、そばにいてくれる愛する人たちなのです。最後に、 お金で解決できる問題は大した問題ではありません。とよく言われますが、この言葉は半分だけ真実です。お金には、家、者便利さ、時には名声や小さえも変える力があります。しかし、この世にはお金で絶対に変えないものも存在します。例えば、真の家族愛や健康な体などです。それは、心のこもった気遣いや自然な愛情から生まれるものであり、 決してお金や義務感で得られるものではありません。若い頃、人は燃えるような情熱を持ち、時には野心が全てになることがあります。お金さえあれば人生を全て支配できると信じ、その自信が一種の満足感を生み、達成できないことなどないと思い込むのです。こうして、人生は終わりの見えない競争となり、関係性の喪失や犠牲、そして年月とともに肌がたるむことも気に留めません。 目の前の目標しか見えず、愛する人々やお金では得られない平穏な幸福を見過ごしてしまうのです。老後に。なると、健康が衰え、時の流れがこれまでに積み上げた財産以上に貴重なものを奪ってきたことに気づきます。お金は、震えずに歩ける強い足腰を取り戻せず、壊れた人間関係を修復することもできません。かつて愛してくれた人々が流した涙や、 彼らが置き去りにされた記憶を消すこともできないのです。老年期の孤独と疲労が日ごとに重くのしかかり、その時初めて、家族愛と健康の価値が切実に感じられる真実として浮かび上がりますが、それはすでに手遅れです。残念ながら、人生には、後悔の薬はありません。若い頃の行動や選択が今の未来を作り、時には自分で飲み込まなければならない苦い身となることもあります。 若き日の大使は、多くの過ちや未熟さと共にあったことに気づくのは晩年のことです。振り返れば、ただ後悔だけが残り、お金で買えないものを大切にすべきだった、と自問するばかりです。だからこそ、お金で買えないものを愛し、大切にする方法を、学ぶことこそが、何よりも大切なことかもしれません。そうすれば、人生を振り返ったとき、意味のある旅路となり、 単なる負け続けの賭けとはならないのです。このビデオが役に立ち、行動を起こすきっかけになると思われる場合は、ワンとコメントしてください。そうでない場合は、ゼロとコメントしてください。あなたのコメントは、私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。このビデオをご覧いただく。ために貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。こんにちは。 また会いましょう。